皆さん、こんにちは。下町アラサー夫婦です。今回は、本屋さんでもよく見かけるあの本を紹介します。お金は寝かせて増やしなさいです。この本は、インデックス投資の重要性と長期的な資産運用の方法について詳しく解説した書籍です。著者の水瀬健一は、自身の経験をもとに、投資初心者から中級者向けに具体的なアドバイスを提供しています。先にこの本の要約をご紹介します。この本の主な要点は以下の通りです。インデックス投資の優位性、インデックス投資の基本概念とその利点について、市場全体に投資することで、個別株のリスクを分散し、安定したリターンを期待できる点が強調されています。インデックス投資には、手間がかからない、世界標準の投資法をお金の基礎知識として役立つという3つのポイントがあります。また、投資信託のインデックスファンドには、少額から購入できる分散投資できる運用に携わる金融機関が破綻しても、資金が守られるという3つのメリットがあります。長期投資の重要性、短期的な市場の変動に一喜一憂せず、長期間にわたって資産を育てることの重要性、長期的な視点で投資を行うことで、複利の効果を最大限に活用できます。また、最大損失がリスク許容度のレンジに収まるように運用すれば、安心して資産を寝かせておけるため、長期的な投資がさらに有効になります。積み立て投資の戦略、定期的に一定額を投資する積み立て投資のメリット、ドルコスト平均法を用いることで、購入価格の平均化を図り、市場のタイミングを図るリスクを減らす方法が紹介されています。さらに、NISA と IDECO を併用して、自分の投資方法に生かすことで、税制上のメリットを享受しながら効率的に資産を増やすことができます。感情に左右されない投資心理、投資における心理的な側面の管理、特に市場の暴落時には冷静さを保つことが求められ、感情に流されずに計画通りの投資を続けることが成功への鍵であることが述べられています。最大損失がリスク許容度の範囲内であることを確認しながら運用することで、精神的な安心感を持ちながら投資を続けることが可能です。では、早速本題の方に移ってみましょう。まず、この本では、一足飛びでお金持ちになれる投資方法は紹介していません。冒頭は投資方法についてのご紹介です。内容は非常にスタンダードな投資法で、皆さんにわかりやすく説明しています。インデックス投資がおすすめの理由。著者が推奨するインデックス投資とは、世界中に分散したインデックスファンドを積み立てて、投資して長期的に保有することを指します。インデックス投資をおすすめできる理由は、手間がかからない世界標準の投資法をお金の基礎知識として、日常生活に役立つという3つのポイントです。銘柄や投資タイミングを考えることなく、毎月同じ金額を積み立てて寝かせるだけです。さらに、世界中の金融のプロが採用している手法であり、国際的なスタンダードとされています。また、企業に導入されている確定拠出年金はインデックス投資に近い考え方を持ち、金融詐欺に対抗するための基礎知識としても有効です。インデックス投資がおすすめの理由がわかりましたね。次は、投資信託のメリットについて見てみましょう。投資信託の3つのメリット、インデックス投資の対象であるインデックスファンドは、投資信託という金融商品の一種です。投資信託とは、投資家から集めた資金をまとめて専門家が投資、運用する金融商品であり、運用先である株式や債券の価格変動によって投資信託の値段基準価額が変わります。基準価額が値下がりしても運用会社は損をせず、投資家だけがリスクを負いますが、利益はほぼ全て投資家のものです。さらに、少額から購入できるたくさんの銘柄の株式や債券に分散投資できる運用に携わる金融機関が破綻しても、資金が守られるという3つのメリットがあります。投資信託は100円から始められるケースもあり、ハードルが低いです。分散投資により、リスクを下げつつ、大規模な投資を実現します。また、法律により信託財産が守られるため、販売会社、運用会社、信託銀行のどれが破綻しても安心です。投資信託のメリットが理解できましたか？次は、コツとして積み立てと買い持ちについて学びましょう。コツは積み立てと買い持ち。インデックスファンドには積み立て投資が適しています。毎月、一定金額で同一の投資信託を購入するドルコスト平均法を活用することで、株価が低い時には多く、高い時には少なく買うことができ、
結果として購入価格を平均化できます。これは買い持ちバイ&ホールドとも呼ばれ、寝かせて増やすことになります。投信自動積立サービスを利用すれば、毎月の買い注文をする必要もありません。もちろん相場の動向によっては投資すべきでない時期に買い続けてしまうこともありますが、そもそも市場を予測して購入するのはプロでも難しいです。資産運用は売買ではなく保有こそがスタンダードです。積み立てと買い持ちについて理解できたところで、次はインデックス投資を始める前にやるべきことを紹介します。生活費の把握と生活防衛資金。インデックス投資を始める前に1ヶ月の生活費を把握しましょう。例えば給料が入ってから1ヶ月後にいくら残っているかを3ヶ月ほど確認するだけでも十分です。その時点で赤字なら投資する前に家計を見直すべきです。さらに何かあっても自分と家族の生活を守れる生活防衛資金を確保しましょう。著者は安全を見積もって生活費の2年分を推奨しています。生活防衛資金の貯金と投資を並行しても良いですが、リスクを念頭に置いて安全を優先する方法を検討すると良いでしょう。生活防衛資金は生活だけでなく心の安定にもつながります。リーマンショックのような世界金融危機に直面しても慌てず構えていられるはずです。次はインデックス投資において重要なリスク許容度について見ていきましょう。リスク許容度を知る。インデックス投資においては自分のリスク許容度を知ることが重要です。リスク許容度とは、資産運用で発生する損失を1年間でどの程度受け入れられるかの度合いを指します。人間は最悪の事態を覚悟することで心が落ち着くものです。最大損失がリスク許容度の範囲内に収まるように運用すれば、安心して資産を寝かせておけます。リスク許容度は個々人の収入、性格、ライフステージなどによって異なります。年間の貯蓄可能金額や公的年金の運用リスクの範囲といった具体的な数値基準から、夜ぐっすり眠れる資産構成になっているかを考えることが重要です。リスク許容度について理解したところで、次は資産配分の考え方について学びましょう。資産配分の考え方。インデックス投資の資産配分には2つの方法があります。一つは世界市場ポートフォリオの考え方です。世界各国の株式時価総額と同じ比率で資産配分を作ることを指します。もう一つは有効フロンティアという考え方です。資産のリスク、期待リターン、相関係数からリスクあたりのリターンが最も大きい組み合わせを計算する方法です。簡単に期待リターンを計算できるツールがインターネット上で無料公開されています。各資産クラスの基礎データを入力し、国内株式、先進国株式、新興国株式の比率を決めることで、ポートフォリオ全体の期待リターンとリスクが自動計算されます。ここに国内債券を組み合わせることで、分散効果によりリスクを効率的に下げることができます。リスク調整はリスク許容度を参考に行いましょう。次は、投資先の選び方について紹介します。おすすめの投資先、どのインデックスファンドを選ぶかは、コストである運用管理費用信託報酬の低さに着目することが重要です。国内や先進国資産であれば年率 0.1% 台、新興国資産の場合は 0.2% 台が現在の目安です。細かいことを考えたくない場合は全世界株式クラスのインデックスファンドがおすすめです。本書では三菱 UFJ アセットマネジメントの EMAXIS SLIM を紹介しています。このシリーズは世界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続けると銘打っており、他の低コストのライバルファンドが登場してもコストが引き下げられることを期待できます。現在の超低金利の状況でもリスクを低く抑えられる国内債券に投資するなら、個人向け国債、変動10年が良いでしょう。元本を守りながら最低金利保証も得られます。金利状況が正常化したら国内債券インデックスファンドに乗り換えましょう。投資商品を決めたら、あとは毎月積み立てて寝かせるだけですが、年1回はリバランスすることをお勧めします。運用していく中で崩れてきた資産配分アセットロケーションを所定の比率に戻す作業です。比率が大きくなりすぎたファンドを売って、比率が小さくなりすぎているものを買い増します。次に、金融機関の選び方について紹介します。金融機関でお得な2つ。インデックス投資に最適な金融機関の選定も重要です。メガバンクや地銀、郵便局、ネット証券など様々ありますが、著者がおすすめするのは SBI 証券と楽天証券です。これら2つの証券会社は
コストが最も安いインデックスファンドを率先して取り扱ってきた実績があります。 SBI 証券は手数料が業界最安値クラスであり、商品が豊富に揃っています。楽天証券は海外市場に上場した ETF 上場投資信託の取り扱いや100円単位の投資信託、楽天ポイントでの購入などのメリットがあります。次は NISA の利用について見てみましょう。 NISA はどちらを選ぶべき？ NISA 少額投資非課税制度の利用も欠かせません。投資で得た利益、配当、分配金に対する約 20% の税金がNISA 口座の一定金額内であれば非課税になります。2024年の制度改正によって非課税保有期間が無期限となり、非課税枠は生涯で1800万円まで拡大しました。これは新規の投資分であり、利益については1800万円を超えても非課税です。 NISA には積立投資枠と成長投資枠があります。積立投資枠は超低コストのインデックスファンドが対象で、年120万円まで積み立てられます。成長投資枠は投資金額や回数、対象が自由で、年に140万円まで、全体で1200万円まで使えます。もちろん、インデックスファンドにも投資できます。次は、IDECO の利用について見てみましょう。IDECO と NISA の併用。IDECO 個人型確定拠出年金も忘れてはなりません。基本的に60歳まで解約できませんが、掛け金すべてが所得控除の対象となり、運用中の利益はすべて非課税になるなど、メリットが豊富です。IDECO には個別に判断が必要な事柄も多いため、まずは NISA を優先し、理解を深めながら IDECO にも取り組むと良いでしょう。自分の投資方法にどう活かせるかが大事であり、非課税で最も得する方法に目を向けてリスクを取りすぎると本末転倒です。次はインデックス投資を続けるためのポイントについて見てみましょう。インデックス投資を続けるためのポイント。インデックス投資を実際に始めると、じっと待つことの難しさに気づくでしょう。自分のお金が目まぐるしく増減し、投資金額が大きくなるほどその乱高下の幅も広くなります。株や債券の値動きに影響しそうなニュースも絶えず入ってきます。売却しない限り儲けも損も確定しないのに一喜一憂してしまいます。心を落ち着かせるためにはインデックス投資の本質を理解する必要があります。1801年から2000年までの間に2度の世界大戦やブラックマンデーなどを乗り越えて、株式は非常に大きく成長しています。低成長といわれる日本でさえも右肩上がりで推移しています。これは資本主義経済が拡大再生産し続ける仕組みによるものです。資本主義ではお金を持っている資本家が企業に投資し、労働者は企業に労働力を提供します。企業は付加価値を生み出して労働者と資本家に還元します。これによる資本の自己増殖によって投資市場は支えられています。さらに株式は複利の力も持っています。利息が元金に組み入れられる複利は長期保有すればするほどそのメリットが大きくなります。長い運用期間の後半にこそ複利の力が効いてくることが大切です。次は大暴落に対する心構えについて見ていきましょう。大暴落は起こると考える。インデックス投資を始めるのに早いも遅いもありません。投資タイミングを見計らう必要がないからです。取得金額は長期の投資期間で平準化されるため、株価が安い時に始めれば得をするわけではありません。リターンを出すには最終的に株価が上がらなければならないが、積み立て途中ではむしろ株価が下がった方が取得価格を下げて多く購入できる。始め時を悩む時間の方が無駄なのです。もちろん非常に大きな暴落が起こる可能性はあります。しかしそれを予測して適切なタイミングで売買するのはプロでも難しく、リスクは誰にでも平等に存在します。だからこそポートフォリオのリスク水準を自分のリスク許容度の範囲内に抑えた資産配分にすることが重要です。そうして市場にとどまれば、積み立て投資において大暴落は絶対の解消になり得ます。大暴落への不安が拭えないならリスクを取りすぎているのかもしれません。株式クラスの比率を下げて国内債券クラスを増やすなど、より安全で保守的な資産の配分にすると良いでしょう。